あ私はちょっと変わった男性が好きですね。ちょっと変わったっていうのはまた難しいですね。<laughs> 先,先にお風呂入った時にリンスから使う人とか、ね、<laughs> いやー、<laughs> ちょっと変わってません？それ変わってるけど。<laughs> どっちもやるかもしれないけど、このリンスってちょっと変わってます。面白いですね。素敵ですね。その人をさ好き。素敵です、ね。それとはいいの？面白い。いや。<laughs> <laughs> そうですかえ自分の中で変わったというかやっぱりこう自分自身が持っていない感情だったりとか、うん、持っていない考えを持ってる方がすごく素敵だなと思ってあ大人だねだから自分にないものを求めてしまう、はいはいはい、そうなんですよえでも澤部ん生にはだってしっかりしてるから、はい、しっかりしてない子がいいですかちょっと抜けてて面白い人とか大好きですねああ<ー><お>僕抜けてますよ本当に。<laughs> たまにね、八年住んでる家でもあのあの迷って帰るときあります。本当に。本当に。やばい。ナビだって自分近いのに駅からナビタイム使うんです。ごくないですか。すごいですそれは。すごいでしょう。それはすごいですね。方向音痴がすごいですよね。確かに。ディズニーランドでもま方向音痴だからディズニーランドでもナビタイム使ってます中で。 ねこんなんでね変わってる人が好きなんですねでもねこれ狙って変わってる人って結構寒いじゃないですかそうですね筋金入りの変わった人ってのはいいけどちょっと天然狙ってるなみたいな感じあいますねこれって逆に嫌われますもんねそうですねあんまりはぁ難しいなそういうとこないですかね修行できるところ修行できる変わり者になるところね聞いたことないですけどね頑張ってみたいと思いますじゃ続いてはい。